か巻きも取れちゃった。こんばんは。ポーク会楽しかった？本当に？そうなんですよ。トーク会が今日はあって、まぶ。すごいまぶいけど。トーク会があってね。楽しさのあまりご飯食べてお腹いっぱいになったら寝ちゃいました。本当楽しかったですか？そう、なんか生誕祭の自分の生誕祭の話もできたりとか、いろんな方としたりとか、あとはなんだっけな、リカタの卒コンの話とか、あとはナナコの生誕祭がね、昨日あったんですけど、それの話とかをが多かったかな、話題としては。とか、ああ、競輪のお話もありましたね。競馬もあったし。いつももっと話してね、なるよね。なんかめっちゃあっという間だよね。何なの？ なんでトーク会の時のさ、2分とか1分とかはマジで短いのにさ、学校のさ、授業中の残り2分とか1分とかはあんな長かったんだろうね。マジで謎なんだけど、何あれ。あ、髪の毛綺麗になったかも。なんか髪の毛だいぶ伸びてさ、てか前髪がめっちゃ伸びてさ、まあ使いやすいは安いんだけど、めっちゃ髪邪魔なんだよな最近。はい、ちょっとなんか最近夜はオープンレッグが多かったんで、ショールームもつけてみました。あ、いいんじゃない？なんでこっちが長いんだ。もう横毛がかゆいが。私はどっちでもいいかなと思ってるんですけど、配信できれば。明日はお披露目の日？あ、本当だ。なんかそうやっていろいろなさ、記念日みたいなね、ことを覚えてくれてるのは優しいですね。確かに。昨日は七子の生誕祭に2部か、アンジュと私が、呼んでもらって、しかもね、なんか超ノリで決まったんだよね。 なんか同期でご飯行った時に、なんか「生誕祭なんか出てよ」みたいな、あの子が言ってくれて「おいいよ」って。本当に、うん、いいよーって、これで決まった。
そうそう。そうなの。もうこのね、一言二言でね、決まった。ノリって言ったらあれだけど、おいいよって。だって別にいいじゃん。いやまあまあ事務所にもお世話にはなってるんだけど、私なんだろうな、いいんですよ私がいいって言ったっていいって言ったって良いのよ、言ったっても大丈夫。いやそんなさ、同期のさ生誕祭なんてさいいじゃんね、別に。いやそうそう、なんでまあそれで出ることになったんですけどそう、まあ経緯はそんな感じなんだけど、超楽しかったね。笑える話でもこれあれじゃない、有料のやつだからさ有料のやつだからさ、これ話していいの？なんかね、この冗談だけど、なんだろうな、楽しかったよね。なんかこう思い出話が多かったかな。うん。結構思い出話に花を咲かせる時間だった気が、とても素敵な時間で、なんか。なんだろうな、私もねなんか楽しく喋ってたから、ね、何喋ったかあんま覚えてないんだけどなんかオーディションの時に記憶に残ってる一番印象的だったメンバーはとか、あとはなんだろうな、なんかそういった類の思い出話が多かった気がする。そうそう、なんかそれをナナコのね MC の方もいらっしゃって、でちゃんとそう企画が組まれていて、うん、今日はありがとね、ありがとね。なんでそれとか、うーん、なんか1期生が誰に、なんか1期生のなんて何があったっけ覚えてない、なんかいっぱい喋ってたんだけど、なんかこれだから今だから言えるなんかとか、一番きつかったお仕事はとかなんかそういう思い出かな。あとはなんか NGT の曲のイントロドンとかもやったりとかして、ナナコがめちゃめちゃ弱かった七子がね、めちゃめちゃ弱かったの。とか、なんかそういう結構楽しい企画が多くて、うん、すごいね、なんだろうな、結構主役と同じくらい楽しんじゃった感じはありますね。はい、私のトーク受けてた？本当？盛りだくさんだったね。なんかあっという間だった。ああもう終わりって感じそうなの。それですごい楽しかったし、なんかまあ奈々子とアンジュはさ、リカタの卒婚の時に会ってるから久しぶりはでは全然なかったんだけど、なんかやっぱでもやっぱ日頃一人で活動してるからさ、やっぱ同期と会うとこの安心感みたいなのもすごいあったし、なんかぬくぬく温かかったね。うん、なんかあとナナコのファンの方を見るのが久しぶりですっごいなんか懐かしい気持ちになったなんか私のファンの人もう生誕祭にさ来てくれたけど、やっぱ来てくれたのもさ、やっぱなんかすごい嬉しいな、優しいなって思った
けど、なんていうのかな、勝手ながらなんか奈々子のファンの方もずっと奈々子のことを卒業してもこう応援しているのをこうなんかこう目の当たりにして、なんかすごいね温かい気持ちになったわけよ。あの見たこと、劇場で見たことある奈々子のファンの人たちだと思って、なんか言いたいことわかるかな。すごいね、なんか改めて総じて NGT のファンの人は変わらず温かいんだなぁと実感した昨日でした。ね、よく喋る人っていた？いや、いないよ。楽しかったよね。なんかちょっとなんかなんていうのかな、楽しい時間がみんなも過ごせてたら良いのだけど。だからね、そんな感じだったよ。紙飛行機を歌ったりとかしてね、365日の紙飛行機歌うのを事前に教えてもらってたんだけど、歌うなと思ってと思ってって歌うなって思ってたんだけど、あのなんでか分かんないけど朝起きたら忘れてたんだよね、365日の紙飛行機を歌うってこと。それでね、あのリハの時に歌詞が分からなくなって、あれここなんだっけってなったからね、あのね、あの本番間違えないか実はちょっとヒヤヒヤしてたんだけど大丈夫でした。しかも2行。そうなんだよね。でもあのちゃんと忘れてなくてよかった。そうそう、リハってよかった。だからファンの人とこの7月8月っていうのは会えてる人はめっちゃ会えた2ヶ月だった気がするね。7月30の私の生誕祭とマリカタの卒コ見に行った人はね、ちょっと会えたりとかもしたし、まあその後奈々子の生誕祭にもね、奈々子のことを祝いに来てくれた私のファンの方もいらっしゃったからね。まあ冬にもう一回会えたらいいねって感じだよね。そうだね、うん、できたらいいねって。年にもう一回って言ってくれるファンの方が今日多くて嬉しかった。また来たいって、なんか初めての人多かったんだよね。なんていうのかな、うん、なんか初めてあゆ太郎を見たわけじゃないけど、卒業公演であゆ太郎のことは見たけど、こういう私のこう単独のイベントを来るのは初めてだったよみたいな人が結構多くて、いや分からん、全然動いてない。ちなみに匂わせしたいけど匂わせしたいけど全然動いてない、終わり。うん、いやそう分からん、できるか分かんない、できるか分かんないけどしたいとは思ってる。無臭。ごめん、まだ無臭だだわ、ごめんね、うん、クマさん匂いのつかない無臭だ。いやそう、うん、まだかなできたらいいねとは思ってる、思ってるんだ。うん、そう叶うといいよね。あれ一言、あれ？あれだよ、人ごと今。え、叶うといいよね。
あれお前が動くんだぞ、あゆ太郎、分かってんのか。そうだよね、うん、見て、おととい競輪のお仕事でもらったアベマくんの水。可愛くない？そうそう、可愛いから。てかその時お水飲まなかったからもらってきたね。これどうやって作ってるんだろうね。綺麗だよね。そう、楽屋に置いてあった河内ちいかわ。そうそう、競輪のお仕事もしたせいか、一期生に会った時のなんかもうポカポカ感エグかったな。なんかその競輪のお仕事で、初めましての方とやっぱさ、そのお仕事をしたわけですよ。うん、メールグみたい、ありがとうございます。だからすごいもうポカポカした気持ちになった。緊張はしてないけどした、うん、ちなみに全然緊張してないけど、いや嘘、全然緊張してないなって思いながら本番迎える5分前に緊張した、うん、ね、競馬より競輪の方が当たるんですよね、私ったら。競輪の私が一番大事にしてるのは年齢と本当に データ基準、年齢とデータを本当にそれだけすごいこう見て、そう、なんかそうだね、競輪は結構能力というか基本でデータに沿ってちゃんと見てたら勝てることが多いなって感じ。うん、でも年齢が結構大きいなって思うね、自分で漕ぐしね。馬はね本当に気まぐれ、そこがやめられないんだけどさでも今日さ、ネットニュース見たけどさ一なんか笑っちゃったんだけど、ちょっと文章だけ見たら、一番人気のお馬がすり替わってて、本物が競馬場にいないで、本物は放牧してたらしいわで、デビューするお馬がさそう、いや、そう、今日デビューで、うん、そう、違う馬だったんだってそうね、一方本物はどこにと思ったら放牧中ってなってね、でも難しいよね。まあ確かになんかこうね、子供の頃とかってやっぱお顔が分かんなくなっちゃったりするのかな、分かんないけど、うん、見てたりとかね。やっぱ子犬もそうじゃないですか。子犬もさ、多分どれかどれだか分かんなくなっちゃうだろうし、うん、調教の段階から欲しがってたその子走んなかったのかな結局おもろ、めっちゃおもろい、おもろく、おもろいとか言っちゃダメなのか。でもなんかちょっとそこからすぎて、おもろいとか言っちゃダメなのかな、ごめんなさい、うん、すごいね、そんなことあるんだって感じでねね、走ったのかな走らなかったのかな、そこまでは私分かんないんだけど、せっかくなら走ってほしいけどね、うん、特別みたいな感じでなんだろうね。でもさ、登録するはずじゃん、登録するときに気づかなかったのかな
俺君違くないかみたいなのなんなかったのかな。うん、ね、間違えちゃったんだね。なんか漫画みたいっていうかさ、どこかのお話みたいでさ、うん、競馬行くときは赤鉛筆と新聞持っていくんですか。私はですね、あの今をときめく20代ガールなので、あのやはりそのスマホです。うん、ごめんなさい、嘘です。あの競輪のときはね、めちゃめちゃ紙に赤ペンで文字書いてたただ競馬は別に全然スマホなんだけど、すいません、あの一昨日の競輪だけはマジで赤ペンでぐちゃぐちゃに書いてましたうん、あの紙用意してもらってさ、まず、まあ、あのまずね、だから私さっき年齢とさ、あの勝率とか見るって言ったじゃん。だからまず年齢をこうやってピッ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 って赤いとこでこう年齢入れて、どれが一番年齢が若いんだ、あこの人だみたいな感じねでもこの人年齢は若いけど、まだ全然この着外が多いってことはまだそんなに慣れてないってことだから、やっぱりじゃあこの一番人気のこの年齢の人が安定してうまいんだみたいな、こうやって考えながらやってた。でもスマホだよ別に。赤ペンはいつから赤ペンになったの？でも書いてた方が楽だよね。今日めちゃくそ負けたそういう日ってあるよね。うん、そういう日はでも寝たら次の日はもう忘れてるから、そういうことにしよう。うん、あ思い出して、なんだこの生誕祭でなんかあの受けた話、ヤクルト1000にハマってるって言ったらなんかすごい笑われたんだよね。なんで、でなんでなの、思い出した、なんか最近ヤクルト1000にハマってますって言ったらなんか笑われたんだけど、なんで今更感、嘘はだって今でも売られてないじゃんね。うん、そうでもなんかなんだろうな、ゆかちゃんにね、マジでヤクルト1000寝れるから飲んだ方がいいよって言ったら、ゆか飲んだけどね、あんまり効果なかったって言っててなんかあんただから聞くんじゃないとか言われて信じやすいからだよみたいな言われたんだけ どう、みんなはどう、ヤクルト1000の調子は。いや、怒んだけど、私はねめちゃめちゃふんって寝れるんだよね。マジで効果抜群だよね。え、寝起きいいよね。寝起きもいいし、寝入りもいい。寝入り、昨日飲んだけど3時くらいまで、え、よく3時まで起きれてられるね。まあ私も3時まで起きてるけどさはゆかちゃんの真似、モノマネめっちゃうまい。ゆかちゃんの真似するときめっちゃアホっぽい。ゆかちゃんが私の真似するときもなんかちょっとバカにしてるけど、ゆかちゃん、私がゆかちゃん真似するときもちょっとバカにしてる節はあるかもあんたってずっと言ってんだもん。あんたってほんと赤ちゃん意味がわからん。私のこと赤ちゃんって言うんだよね、あの人。なんでなの、うん、お互いちょっとバカにしてるよあれ私とゆかちゃん、うん、お互いちょっとね、あの小バカにしてる、うん、大好きだけどね。いいね、この時間のショールーム。同級生だからね、うん、2人の学校の成績
ミナミが良かったのだけ覚えてるけど、ミナだけ良くて他2人というか私とヨカちゃんはね、うん、微妙だったと思う。確か、うん、お互い勉強で何が得意っていうのがあった記憶がない。うん、補習ね、あったよ。補習はね、あったよ全然、うん、なんかわかる、本当。いや、あったあった、なんか1個あったんだけど、でも何か忘れたけど、まあ卒業できたから大丈夫だよね。私もそう思います、うん、いや本当にね、申し訳ないけど高校時代何勉強したかもう本当に覚えてない。本当にね、もう特に NGT 入ってからはもう何を勉強したかもね、もう本当申し訳ないけど本当に覚えてない。ガチで覚えてない。解の公式だけ覚えてるわ。なんかいたの、あとなんか虹なんとか式みたいな。本当に覚えてないんだよね。アイドルしながら学校はえぐい。多分ね、パーティーが始まるよ公演っていうのを最初にやってて、なんかその立ち位置の番号の方が覚えてると思うわ。うん、そこの振り付けは全部覚えてるけど、それじゃダメかな。パーティーの公演の曲、基本的なそのさ、なんだろう、一つのワンフレーズの歌詞のとこでさ、一つの振り付けをしてるわけじゃないわけですよ。16人踊ってて、秋のうさぎが跳ねてちゃっちゃんって振りもあれば、ツッツッドゥ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 ンって振りがあったりとか、なんかパターンがあるんだよね、一フレーズだけで。なんかもうそういうのも全部覚えてたし、覚えるのに一生懸命だったから、うん、ね、そんななんかもう覚えてないわけですよ。だってなんかずっと立ち位置表を見てさ、番号を見て覚えてたからさ、そう、そっちが強いね。そう、研究生だったからね、ガチできつかったよ。本当にきつかった。だからあれだ、思い出したけどさ、7個の生誕祭でさ、あの3期生の子がなんか3人昇格して話とかもしたよね。したした。なんか心が痛むから私はもう考えただけでもう胃が痛いよみたいな話した。私は選ばれなかった側の人間だからさ、そういうもので、もうそれこそ考えただけでもう胃が痛いよって、もう苦しいよ私って。いやーね、どんな感じかわからないけど、いやー、口出しは全然する気ないけど、し、私見てないからさ、その子たちがどうとかあーとかわからないけどね。いや、いたのよね。なんかそれがそういう世界とか言われても、いや、それは外から見てる人はそりゃそうだけどさって。いや、そりゃそうだよ、そりゃそう、それはそうだけど、うん、それはそうだけどさ、やっぱり私は人の心がありまして、それはやはりあの人の心があるからさ、鬼の心を持ってるわけじゃないからさ、うん、
いやそうよ、みんな頑張ってると思うよ、わかんないけど。 でも頑張らない子、頑張ってない子なんていないからね、世の中。 だからその昇格した子はそれ以上頑張ってたのかもわからないけど。 わからないしね。その3人昇格してするして他の子たちをどうしたいのかとかさ、わからないじゃん。私はもう離れているし。期生はね、意味わかんなかったよね。 期生はね、本当に意味がわからなかったよね。いや、わからんからね。でも頑張ってるんだろうなって思うけど、でもみんなも頑張ってると思うけどなとは思うけどね。これマジで美味しいです。これ本当に美味しい。これね、開発した人ね、もう拍手だよ。それぐらい美味しい、これ。止まらないのは私のせい。それとも。 水ある、両方飲んでる。美味しいよね、クリーミーラテ。まあ難しいよね。なんか私は みんなが卒業するときにやっててよかったな、 NGT 入ってよかったな、アイドルできて、この場所でアイドルできてよかったなで、その子たちが思えれば、ベストなんだろうなと思います、最終的にね。私は そう思えたからよかったなと思うけどね。いろいろ刺激も経験も勉強もした、できたしね。入って後悔のないようにできたらいいよね。難しいけど。だから決められちゃうところは決められちゃうけど、決められちゃうじゃん。別に自分がさ頑張っててもさ、その頑張りの見せ方が上手な子と上手じゃない子っているのね。私めっちゃレッスン場にいたし、だからといって別に何かがあったわけじゃないんだよ。そう、ただ頑張ってる子、みんな同じくらい頑張ってても、ね、頑張ってるのを、なんていうのかな、評価してもらえる子と、その頑張りを見てもらえない子というか、気づいて頑張りが伝わってない、気づいてもらえてない時ってあるから、私はね、だからそれがなんか、そういうのでこう得したり損したりっていうのはちょっとなんか切ないなって思っちゃうけど、でもロボットが見てるわけじゃないからさ、人が見てるからさ、それはね、しょうがないことなんだと思うけど。 そう、だから外にずっとずっと頑張ってることをアピールするのか、アピールすることはできるけど、でもね、
運営の決めるのは大人だから、リハも結構撮影してもらって確認してたこともいいんよ、そういうのは。いや、そうだから私はあもうなんかダメだと思ったから、私はなんかもうあもうなんかそういうのできないよ、だって頑張ってるけどさ、なもうやだやだってなったから、私はもう自分なりの頑張るを見つけるしかなかったから、うん、そうだショールームだってなって、ショールームとかいっぱい頑張ろうってなって、あの結果でアピールするしかなかったんだよね。 私ったら、まあでも今はさ、昔よりも発信するコンテンツが多いからさ、すごいチャンスだろうなって思いますけどね。うん、お前も頑張れって話ですよね。はい。 いや、そういろいろある、 TikTok だってあるしね。あ、そうそうそう。いや、多すぎて大変よね、わかる。そうなんだよね。 だから、まあだからいっぱいあるってことは選択肢があるってことだから、どれか絞ってやればいいんじゃないの。ガッタファンって何？なんかリカタンと一緒にいるときにさ、なんかリカタンのやつでなんかアユだよみたいな、 なんかリカだよみたいな やつ一緒になんか投稿したことあるわ。あ、そうそう、モバメ頑張ったりね、なんか送ったことあるわ、リカタンのやつで。無理に全部やらなくてもいいと思うけど、いっぱいあってごちゃごちゃになったらさ、その少数で絞った方がいいよね。モアメ好きだったんだよね。だからモバメ今でもあればいいのになって思うよ、思うだけだけど。 じゃあ思う、だから今はもうコンテンツがありすぎて、もうやりたいけどもう追いつかないよ、手と体が。だからやりたいなとは思うけど、でもやったら、でも爆発するなっていうのは ある。大変。 いや、全然頑張ってないよ、みんなの方が頑張ってる、合うものに絞らんとね。ね、SNS ほんと増えても、私さ、卒業した次の日にさ、次の日のもうなんか日付変わった瞬間にサブアカ作ったもんね、サブアカ作りたすぎて。 で、今日なんかママがさ、私が2歳の時に保育園ノートに書いてた文章をさ、ツイートしたんだけど、あれマジでサブアカと間違えて本当に萎えてる。本当に間違えたアカウント、あって言っちゃったもん。だってもうやっぱなんかいつもなんかバブちゃんみたいなさ、サブアカじゃん、サブアカのアイコンバブちゃんみたいなやつなんだけど、ツイートしたらさ、なんかこうやってる自分がこっち向いてるアカウントだったな、うわ、ま、やっぱ間違えたと思って 誤爆した、誤爆。 え、待ってよって、こっちのアカウントじゃんと思って、え、なんかこのカップラーメン持ってるこっちのアカウントではと思ったんだけど、 あれ、私が求めてたのもこういうカップラーメン持ってるこういうアカウントなんだけど、なんで私がこうやってるんだみたいになって。 いや、そう、今更消せなかった、意味わかんないよね、文章もう一回読もうか。今日ハムスター2匹パパが買ってきて、ハムハムじゃなくカムカムと覚えてしまい、カムカムと呼んでます。なんでさ、こんなこと保育園のさ、保育園のノートに提出するん、私の親は、と思って、まずそれにもびっくりしたんだけど。 なんかご飯もしっかり食べてくれてみたいなことだと思うんだよね、普通は。多分ね、
けどなんか例えばだけど野菜が得意じゃなくてあんまり食べないのが食べないのがなんか悩みですみたいな、なんか分からんけど、いや分からんけど、なんかご飯ちゃんと食べたりとかさ、なんかねちゃんとよく寝れましたとかそういうこと書くんかなと思ったら、なんかハムスターが家にやってきてハムハムじゃなくてカムカムと呼んでるっていう。何その家の様子の家の様子欄と思ってねえやだ、私そんなことさ書かないよ、仮にいつかお母さんになったとしても。今日ハムスター2匹パパが買ってきてカムカムじゃなくてカムカムと覚えてしまいカムカムと呼んでます。意味わかんないよね。あ、ほぼさんの返事、うん、ハムちゃんとハム太郎って言うんですってお姉ちゃんが教えてくれましたって書いてある。まあ、2歳だからね、これ平成12年だから、うん、いや覚えてないけどハムスターがいたのは覚えてる。でもこのハムスターはね、なんか時期に赤ちゃんを産むんだけど、なんか赤ちゃんが悲しい出来事にあったこと、悲しい出来事になってしまったことぐらいしか覚えてない、うんそうなんだよね、なんかハムスターって共食いしちゃうんじゃんね、なんかだからそういうのがあったみたいで、そこからねハムスターはね、なんかうちね、なんかすごい変な変わった、変なって言ってしまったけど、なんか変わってて、なんか私は記憶にないけど、なんかナマズもいたらしいよね家になんかナマズ飼ったりとかさ、え、そうそうそうね、なんかナマズ飼ってみたり、なんかハムスターいたりとか、あとなんだかな、家に池でもあるんかいないようん、水槽だね。あ、そうで熱帯魚になって、でなんかニモが流行ったじゃない、ファインディングニモ、それでいやアロワじゃなくてナマズだったんだよね。それで海水魚行って、海水魚がなんかなんだろうな、寄生虫みたいな、海の寄生虫みたいなやつになんか全破壊されて結局熱帯魚に戻ったあ、エビもいた、なんかレッドシュリンプみたいなやつもいた、もう別で飼ってた、パパが趣味でエビ飼ってたね。で私もなんか見るの好きだから、一緒にペットショップみたいな、ペットショップっていうんですか、あれ魚ショップですか、熱帯魚ショップ、え魚ショップ、え何海ショップ、え何あれえ何エビショップ、え何、え何魚ショップ、え何ていうの、え何ショップ、魚ショップ、え魚ショップ、ペットショップアクアショップ、あ、いいじゃん。そう、アクアショップに行って、このエビかわいいとか言って一緒に見に行ってね、なんかこの魚かわいいとか言って飼ってたね。でもナマズは途中で飼えなくなってペットショップにお返ししたらしい、なんかどんどんでかくなっちゃってだった気がする、なんかそんなようなこと言ってた気がする水槽の水の入れ替え大変だと思う、大変だと思いますそう、私はね、そう見てるだけなので特に何をしてるとかないんだよね、本当にペットショップに行ってなんかでこれ見てるだけだしパパが水槽の魚のお世話をしてるのも、あ、そこで見てるだけだ、うん、ポカーンって見てる
そう、そうだよ。だからちょっとね、大変だろうなって感じだし、私魚触れないからさ、申し訳ないんだけど。でも、ヤマトヌマエビっていう、なんかまあ割とちゃんとこれくらいのエビがいるんだよね。なんかよく川にいるやつが、やっぱその、藻みたいなやつをさ食べてくれるから それがさ水槽の中にいっぱいいるわけよ。でなんかいつもこうやってなんか、そうそう、定番じゃん。あれさ、なんか夏になるとさ飛び出るのね、なんか知らないけど そう、掃除屋さん、あれさ水槽から飛び出るのね。で突然こうやって歩いてたりするんだよ 家の中 その時もね、マジ発狂もんだよね、意味わかんないもんだって。でそう、本当に歩いてるの、陸をこうやって止まりもせずに そう、脱走するんだよね。だからかわいそうじゃん。だからその歩いてる時に、そう元気な時に戻せたらいいけど、そうやっぱそのね、勝手に出ちゃうもんだから たまにそう、干からびちゃってる時があって。いや、そう、それ干からびたやつを踏んじゃう時があるのよ。でさ、もうその時マジでもう、ってなって、足をさ、こうやって恐る恐る見てると、見たらさ、ってなるんだよね。今スローモーションなんだけどさ 別に素足でも靴下でもこうなる、別に いや無理だよね いやー、チェックだよね、マジチェックなの。あ、ワンちゃんはね、一回金魚すくいで買ってきた金魚を食べちゃったことがあるね。なんか私がびっくりして、なんかちっちゃい頃ね、ちっちゃい頃なんか犬が突進してきて、いうのある。今のワンコロたちはね、なんかあんまり犬のちゃんとしたご飯とかおやつとかにしか興味がないね。あと人間の食べ物、それ以外のなんか、だからその家に虫がいてもなんか別にこうやってる なんか中村家はクモが出るんだけど、よくね、クモが、ただ目の前歩いててもこうなんだよね、うちの犬は 何なんだろうね、吠えないよ別に、これ。いや、マジ興味ないんだよね、何なんだろうね。なんだろう、一番の年長はマリアっていうワンコなんだけどね、まあ、マリアがおとなしすぎるからかな。なんかね、猫ちゃんってセミ飛びつくんでしょ、なんかネットで見たわよ、ツイッターかなんかで。なんかツイッターさ、アップデートしたら X になったんだけど やだ、ずっとアップデート、私意地でもアップデートしないのね、基本アプリ でもなんか今日間違えてインスタのアップデートをした時に、間違えてツイッターもアップデートしちゃって、マジで X でなんかもう ってなってる。昔飼ってた猫バッタ持って帰った、なんか見せたいって言うよね、猫ちゃんは。こう獲物みたいなのを持って帰ってきた時、飼い主に「すごいでしょう」って言って見せたいんだよねみたいな いや、そう、なんか「ポスト」って書いてあって、何ポストって、郵便屋さんってこと？ってなった。そう、ポスト、ポスト慣れないよ、私変化を嫌うからさ、ポストリポスト、ツイートリツイートでは。でもこう言ってるのももう私とかぐらいなんだろうな、こうやって時代の変化に抗
ちょっと抗っちゃう人もいないんだろうな、うん、ブロックできなくなるのマジできついね。うん、ね、私ブロック何人してるか見てみよう。どこにあるんだろう。どっかにあんのかな。ツイッターいじらなすぎてさ、あった。私ね、ブロックしてるアカウントゼロだ。すごくない？ミュートはあるわミュートはあるけど、うん、ブロックはゼロだね。寛大、アイアム寛大ヒューマン。そう。いや、ミュートでいいでしょ、別に。そうなんだ。不快に思ったらすぐブロックするんだ。ほえー。ああ、うん、なんだろうな。そんなにフォローしてる人が多くなかったりするからかな。その嫌なツイートってどこで出会うの？あんまなんかブロックするのってあんま出てこなくない？だって私あんま今のところね、リプ、嫌なリプとか来ないしさ。あー、リツイートとかね。はい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 、それはだからミュートだよね。ブロックする意味はないかなと思って、うん、だからか、そう、リツイートめっちゃ多いのとかはね、うん、まあでもなんか何かの、みんなで言えばその NGT のファンとかだったらね、確かにこう人間が、なんていうのかな、人間味が溢れていそうな感じというかさ。私はさ、そのなんか表に出てる人ばっかりをさがフォローなわけよ。だから私のね、フォロー欄ってマジでなんかね、配信のツイートかなんかね、配信しますみたいなツイートとかばっかなんだよねだからね、なんか何もないよ別に。配信者の人も多かったりとかするから、え、マジで。あと48の先輩方とか同期とかとかね、全然そのブロックするね、あれがないんだよね。うん、そうそう、もうなんかそんな表立ってさ愚痴ツイートする人とかいないじゃん、さすがに。ね、おすすめの方を見るの好きだよ私、全然。おすすめの方を見るの好き。なんかあるかな。大滝の変顔が出てきた
おすすめの方にファンの人が出てきたことある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 よ。あのサブアカの方とかめっちゃある。そう、え、何それミュートしろってこと？しないよ。サブアカの方でねファンの人が出てきてね、ふーんって思ってるへーって。でもなんかじゃあ今どんなのが最近あったって聞くとなんか出てこないんだけど、うん、目を通してる。いやなんか別にこういう顔で見てる。こういう顔で、なんか人がさ自分が携帯いじってる時なんかさこういう顔じゃん絶対。でそのなんかニコニコしながら見ないよね。なんかもうポーみたいなポーって顔で見てる。なんかいや半目というかさなんかみたいな、うん、怒ってるわけでもなくなんかポケーっとしながらツイッターって見るじゃん。うん、うん、そうなんだって感じ。うん、そう、ゆかちゃんがちょんまげ小僧さんにハマってるのだけ知ってるわ。ひき肉ですってやつ、そのツイートだけ見た。うん、すごいよね編集が上手。効果音めっちゃでかいけど効果音バカでかい。効果音調整せずに上げてるんだろうな、かわいい、すごいなと思って見てる。うん、 YouTube おもろいよね。そうそう、中学生のなんだっけな、イソギンチャクでーすみたいなやつそう、中学生 YouTuber 頑張ってほしいね。なんかじゃあ一個歌って寝るか。なんか夜っぽい歌って何ねえ。夜っぽい曲って何なんだろう。しっとり系、うるさくないやつ。ホタルの光、閉店なんだろう、夜、夜っぽいの。騒がしい、騒がしいだよ。難しい日々に笑えなくなっていた。寝る寝る、おやすみおやすみグッドナイトみたいな歌ないのおやすみおやすみなさいすぎ。なんかないの日本語訳したらやばい。夜風の仕業ね、とっても素敵だけど、夜風の仕業私生誕祭で歌おうと思ったんだけど、夜風の仕業ないんだよね。あのカラオケに入ってないんだよね。なんか悲しいことに。なんかちょうどいいのないかな。おやすみグッドナイトって歌ある。え、悲しい歌を聴きたくなった？なんだっけそれ。なんかないかな、ゆっくりなしっとりの歌。なんかないかな。なんかないかな。ハロプロとかなんかないかな。
一人ぼっちで少し、なんだっけこれ、ああうんうんあこれ人生って素晴らしいか、なんかないかな、なんか夜寝る夜寝る歌、夜寝る歌、寝る前に聞く歌、夜寝る前に聞く歌は何？ランキング見てもあんまメフィストとか出てくるけど、メフィスト歌えるんだ、すごいね、ショールーマー。いつになったら寝起きヤシの木は生えるんだ。ベッド？ベッドで検索する？何もわからんね。ねなんかないかな。シングルベッドで言うお前なんかないかな。音楽しっとりした曲、ないじゃん。もうしっとりした曲はもうもう私の中のあの iTunes にないもんだって。ね、だってみんながさこんなにメモは破って捨てていいよ、でも最後まで読んでよね、歌える気がしない、ないんだ私も歌える曲は。あなたらねねね愛さないでグッバイグッバイグッバイ、本当はいいよね、わかる。ちいかわじゃない、ちいかわ、ちいかわの歌歌えるかな、独り言ないんだけど、もうやだ、もうなんでなんだ、もう朝かとがないんだけど、ひとりごつなんでないの、焼けたパンにバターぬりぬり、勝ったバラードだったらなんでもいいわ、歌える曲を探してみるよ。てん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 
なんかさ、この歌なんだったっけ、もう全然バラードじゃないんだけどねえねえ、これ何の歌だったっけ。でも曲できない確率だよね。学生たちも驚いた。コンピューター計算上じゃ絶対何かの間違いだろう。ある日突然なんて分かんないや。なんと隕石みたいに衝突した奇跡の人。バラードだよね。よしではないよ全然今の私言ったら。へえ。もうなんかの今 AKB さんで探してる。いや本当はねあるんだバラードなんて。でもみんなが分かんない曲だからな。またあなたのこと考えてた。後で聴こうこの歌。この歌いつか覚えて歌おう。なんだけど、なんだけど、バラード。ねバラードないんだけど。あるけど歌えないんだけど。ねえ探して何分経ってるこれ。もう分からないよもう。もう私はバラードがなんだかなんだかもう分からないよ。星のバラード、あ、コメントごめん今見れた。あーもう勝った。これじゃない？これだ。待ってこれないかな。ないんだ私は私。プン。あったバラード。思い出すよ今も恋と気づいて
めん間違えた。そんな私の口を聞いてくれるだけでいい。友達に振られて民家の軒先でそっと寄り添った二人、いろいろあるなんか1曲歌うとさ、もう3曲くらい歌いたくなるよね。多分これカラオケあるあるだわね、なんか残り10分ですって言われてもう4曲行きたいみたいな。あるあるじゃない、ピアノうまありがとうえ、あとみたいな、あるよねあれじゃない、あれじゃない、あれなんだっけ、私が歌ってみた人やつねえやばくない、これで思い出せないのでもあれは全然夜じゃないな、うん、でもこれには時間制限はありませんからボザロはな、でもボザロを夜に歌ったらうるさいよね。消えない消えない、誰にも気づかれない、殴りガキみたいな音出せない、ちょぼたいで叫んだよ、ありのままなんて誰に見せるんだ、バカな私は歌うだけ、ぶちまけちゃおうか星に、てのななななななな、確かに君と集まって星座になれたら、なな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 、えそんなこと昨日よりも今日、今日よりも明日はね、一生ないんだよね。
しだって歌いたいけどね、昨日より今日、今日よりも明日はね、本当にないんだよね。だからね、みんなで、カラオケ屋さんにすごいリクエストしてみて。ごめん、好きなんて今分からんわ。ごめん、ほんとごめんね、ほんとごめんだけど。リクエストしたんだ、みんなでリクエストしたらきっと。何、みんな NGT 聞きたいってこと？それはもうあの際は別にになってくるけど。いや待って、あれから歌えるようになったかもしれない。うん、それ行くか。ララ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 リベンジ。サビはわかるんだけど、アサングラスね、オッケー。
ちょっと待て、おもろいな。なんだねぬぬ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 ぬそう、ちょっと待て。めっちゃおもろ。春カマラやってくんないかな。ちょっと待てって言ってくんないかな、いつか。いつかちょっと待てって言ってくんないかな。ダメかな。ちょっと待て、言葉にはできめっちゃいいじゃん。余裕あるかな。いや、わかんない。うん、まあ、5年後の春香村とかだったらいけるかも。ちょっと日向行くか。え、渡り鳥って日向だよね。最初なんだっけ、これなんだっけ、最初最初なんだっけ、最初なんだっけ。練習できない、練習できない、歌詞が分かんなくて。どこまで行けば夜明けが見える。暗闇の中で汽車を待つステーション。思い出だけじゃ生きていけない。明日のために愛を探しに行こう。心の羽羽ばたくこと、過ぎてく時感じないまま大人になるものか。僕たちはずっと夢を見続ける。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。その風に逆らい進もうとしている。渡り鳥たちに生まれた方がうまくない？都会の暮らし好きになれずに、あれから何度変えろうとしたんだろう。記憶の底じゃなくて甘く苦いもの、ね、疲れ果てても休めなくて無理し今になって分かることがある。季節は巡り旅は始まる。僕はどうしてくのだろう。この羽は自然に動いてしまうよ。季節は巡りたくましくなり、若さは道を切り抜く。懐かしい思う次、いっぱいセリフタイムです。ぴったり来たりしてるのは飛び出した街と憧れた街。窓の景色は変わらない。眺める自分だけが変わった。大人になるっていうことは何かになれることですか。刺激もやかてなくなって当たり前のように春が来る。心の羽羽ばたくこと、過ぎてく時感じないまま音。ここわかんないんですよね。僕たちは今どこにいるんだろう。渡り鳥たちに空は見えない。飛んでるのはどこなのか。今風に逆らい
している私に道に進めないひたすら本当的にいくつもの荒波を大陸を目指している青春の群像涙が諦めるか バサバサよし満足かな日向はバレーすごいんだから夜でした？大丈夫？ NGT の色が強かったけど大丈夫？まあいっか寝れなくなってもみんなあ、ちょっとこれだけじゃ1番だけ歌っていい？なんかわかんないけどなんか今なら歌える気がするから締めのこれで分かんないけど最初海の声がじゃなかったら終わりなんだけどやばい空の声だ空の声が聞きたくて風の声に耳澄ませ海の山のささやき君の声のように感じるんだ目を閉じれば聞こえてくる君のコロコロした笑い声声に出せば届きそうで今日も歌ってる海の声に乗せて
なんかさ、みんなちゃんと毎日笑ってる？笑うことって健康にいいんだって。だからね、みんな笑おう、いっぱい。ね、夜笑ってる？笑った。こうやってさ、バカを見て笑おうよ。笑わせてもらった、ね、本当に助かってる。うん、表情筋使ってる？笑ってこ。うん。じゃあ最後、本当に一番だけ。なんかみんながなんか毎日負けてるって聞くから、これだけ一番だけ。みんなが負けてるって言うから。何に？何に負けてる？みんな。何に負けたか、ほらコメントしてみてよ。最近何に負けた？ねえ、何に負けた？何が負けたか言ってみてよ。少しの瞬間に視線がぶつかる幸せのときめき覚えているでしょう。バズってるからあの季節に恋したあの日のように輝いてる。改めてね、負けるな、負けないで、もう少し最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそう皆さん。何かに負けそうな日あると思います。でもそういう時はいっぱい笑って元気になりましょう。あゆ太郎元気プロジェクト、本日はこの辺で終了です。最後にランキングを、はい。あ、オッケーオッケー。じゃあ BGM 流しながらランキング読むわ。24時間テレビみたい。13位、ややさん。12位、けどさん。11位、おたけさん。10位、いもえもんさん。9位、ココナさん。8位、さふたさん。あ、ごっかありがとうって、こちらもさ。7位、ひねひねさん。6位、えいちゃん。5位、けいやさん。4位、はむちゃん。3位、南十字星さん。2位、てんてんさん。1位、ほりさんでした。泣けないでほらそこに近づいてる。どんなに離れてても心はそばにいるわ。感じてね、見つめる瞳。バイバイ。ねえ、終わっていい？これ、ねえ、終わっていい？いい？これ完走しなきゃダメなの？これフルマラソン？負けていいの？やばい。負けないでもう少し最後まで走り抜けて、どんなに離れてても心はそばにいるわ。追いかけて Yeah.